れシャーロックをじゃあそのまま上に上に行かす、うん、誰って言ったシャーロックシャーロックとあシャーロックキャサリンキャサリンキャサリンシャーロックだと思ってたやばい、もう人の名前覚えられない人狼始まっ相手がモリアティだって分かってもむずいんだな、このゲーム。多分ね。どれがターゲットでキラーかをカンパしないといけないんで、シャーロック側は。いや、めっちゃ楽しいぞ、これ。めっちゃむずいぞ、これ。そうか。これあれだな。同じ部屋に3人じゃダメだな。多分別々の部屋に1人ずつの方がいいかも、ね。強制的に動かせるから2人。別々の部屋に1人だと、強制的に動かされると負けるから。だったら、4とかの方がいいかも。ああもう大人数でね、もうこれは最初はもう好きなやつでいいんじゃん。じゃあアガサちゃん動かしまーすじゃあ俺この部屋の上の探索物のところまで行きます。誰を動かすんだっけ。俺はだからドロシー自分で分かってねえじゃねえかいや待ってむずいってこれ本当。ドロシー俺はドロシー。じゃあアガサを一旦アガサ隔離していい、一人だけ話させていい、一日経過したタイミングのラインをちょっと見てみたい。あーいやそれやる意味なくない。だったら2人動かした方がよくね、同じところに。あやばい、とりあえず上の部屋探索させるよ。いやーこれ悩んじゃうよな、これな、すげえわかるわ。じゃあ一段目は、まあね、まあ一段目は結局のところだって狂気も持ってないし全員近いからドキドキすんね、ほんと。いやマジでわかんない、ほんとにこれ怖いよ。アガサが何を見つけた。食料。あ、オッケー。おお、よかったね。これやっぱあれなのかな、さっき言った通り見えてるものが違うっていう認識合ってんのかな。なんじゃない。隠し通路。あそこ通れるんだ、本棚のところ、ね、キャサリン。お、食料。平和だね、平和だよ。誰も今日手に入れてないよ。ドロシーが誰だっけ。俺はい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 、これちょっとやばいぞ。容疑者1だよ容疑者1だぞ早くも容疑者1になってしまった。運悪い。バッサー君やってんじゃないの。ああ容疑者2。フリーマンも容疑者2。バッサー君フリーマンも動かしたんじゃないの。いや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 、いきなり武器を取らんでしょう。あれだったら。いやもうそういう風になるから開幕2人やってどっちかでをキラーのブラフっていう風にしようとしてんじゃないの。シャーロック側さ、制御するやつ言わずにさ、そのやそいつが動くときにどこに行くって言おうぜ。そしたらモリアーティ側さ、どれが制御されてるか分かんないから。まあそう。でも重なる可能性ある。これだとシャーロック側も重なって探索できないってこと、ね。あそっか、そうだ不定だその場合は。そうなったらまずいよ。とりあえずアガサは近い位置に置いときたい。あでもこの辺は狭いんだよな。ドロシーとフリーマンが来てアガサがターゲットだった場合一発でやられるから、うん、アガサは一旦どうすっかな。僕アガサ動かすね。俺またドロシー操作するね、うん、でえドロシーをできる。これを右下のあの椅子のところにある探索物に触れさせるよ、はい、やばい、あと30秒。武神機どれ動かす。とりあえず終わり。どれ動かす武神機。あごめん、あのエレリーを上に動かした。梅ジャムは、ね、キャサリン。オッケー。いや、まだ、ああそういうことね。アガサを戻したのこっちに。ドロシーのやつ。ああベーカリーも。おキャサリンはこれは梅ジャム操作だよね。はい。で、あれか、秘密の通路を使って隠し通路が通行可能。可能になった。ああアクションが必要なんだね。あれなんだ。全員行けるようになるのかな。へえ。で、探索物をベーカリーに取られたからそのまま。まあただ移動しただけですね。うん。あ、よかった。フリーマン僕がごめん今言うけど、アガサ動かずにフリーマンを操作してました。そのおかげでフリーマンはターゲットじゃないっていうことが分かった。はい、うん、重なったから。こういう使い方もできるんだね。コマンドを出してるやつ、これ操作するって言ってるやつ以外も動かすことができる。うんそうね。これさ、これ夜終わった時にさ、うん、3マス以内のやつがどうかって分かるから、エレリー遠ざけてキャサリンも遠ざけた方がいいんじゃない。もう十分に遠いから、まあうん、エレリー、まだ分かんないけど。そう、例えばベーカリーが近づく可能性もあるから。このままだとでもドロシーとベーカリーは食料がなくてしあれだからってなると、エレリーの手前にある部屋の食料を漁った方がいいんだね。じゃあ俺下の方漁るよ。ドロシーそっち行きます。じゃあ僕はベーカリーを左上の探索させるね。これエレリーじゃあ探索するよこのまま。
うん、多分これそれぞれであれだね、オレンジのやつ食料になってるっていうのは違うね、やっぱりブルシニキが言ってた通り。それかバッサンがモリアーティ側かすごいよ、みんなちゃんと推理してるから、考えてるから、もう静かよもう静か、あやべ、これベーカリーがあれだったら、そう、まあそうか、ドロシーが死ぬなやられるか、これ、うん、いやだって作業はあれキラーだったら一番最後になるから、もうベーカリーは今参加を犯すことはない。そっかそっかそっか。で今ドロシーで、今ドロシーも来たから、行動順はこの上に出てるやつの左から順だから、いやなんかキラーだけは、キラーが殺しを行う時だけは一番最後に。あそうなんだ、チュートリアルにありましたよ。ありましたね、見落としてました。これである程度矢印が見えてくる。ああ、でここでさらに2人の関係性が分かると。分かるね、うんうんうん、これは大丈夫、それぞれはキラーターゲット関係ではないっていうのが分かる。はい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 、データ解析が完了した。これ分かるなわずで初見、パンエリア内にキラーがいる、はい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 、でも全部パターンない、これあるね。 AC は BD に近いし、ああああ、ああ E は BD に近いし、 F も BD いけるし、E もいけるし、AC もいける。ちょっとキラー有利？え？いや、どうなんだろう。で、今日の分の飯をもう食ったってことで、ね。探さ、飯をまず探さないといけないから、探索必要になってくるんだよね。まず、ご飯が必要。このまま俺、エレリーを、ボス、うん、どうしようか。そうだよな、分断しちゃうとまずいもん、ね。ベーカリーとエレリーが一緒になるのは、ちょっとまずい可能性はある。ドロシーも。だったらこの3人を、上3人を固めた方がいいで、いいんじゃない。だから B と D を E に合流させればいいよ ね。で E を上の部屋に移動させるでいい、探索物的に、ね、あ、いいよいいよ、うん、じゃあ俺もそっち側についていくわ。じゃあ俺は相変わらずドロシーちゃんを使いますんで、右部屋行く、はい、はい、操作します。赤さとキャサリンはこれ狂気持ってないからさっきのやつ発生しなかったのか。で、探索は、あ、なるほど、そういうことだ。探索はした方がいい？どうしたよ。探索はしないよね。した方がいい。探索はしなきゃ。探索はする。うん、はい、探索します。僕ベーカリーを上の部屋の右側の上の探索物にやった。よし。あ、了解。俺シャーロックをじゃあそのまま上に。上に行かす？うん、うん。誰って言った？シャーロック？シャーロックと、あ、シャーロックだよね。シー。キャサリン。キャサリン。キャサリン。シャーロックだと。やばい、もう人の名前覚えられない人狼始まっちゃう。アガサが狂気を今トロフィー、ここ出て逃げた。これ狂気になるんだろう。ベーカリーが右上を探索、まあ、はいはい、ね、B の方に行く。ああ、でももともと狂気持ってたから大丈夫か。伊藤流、うん、やばい、おにぎりできるじゃん。ドロシーもバッサンの動かした通りに行ったね。はい、そうですね。エレンはどうだ。 E がさ違うところ行くんじゃない。ちょっと怖いよね。怖いよね。あ、行った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 。フリーマン？フリーマンが。フリーマン？フリーマン今操られてるね。ことは誰かが梅ジャムが動かした。俺がフリーマンを。だよね。僕のさっきのやつだよね。そう。だからフリーマンはマジでキラー。俺だからキャサリン上に動かすっつったけど動かしてないでしょ。うん。あ、そうだ、確かに。ああああああ。でフリーマンがわざわざこっちに来て、あーてかフリーマンがキャサリンかアガサを狙っ、あ、でもここだろ、 1,2 キャサリンかアガサを狙ってる気がするんだよね。じゃあさ、俺アガサ操作させていい？アガサはそうだね、左の方に逃がした方がいいかもね。うん、だよねだよね、左の方に逃がしちゃうわ。じゃあ俺、まあでも3マス以上は、やあ、こいつは 1,2,3 で2マスでいいんじゃない。あの2マスだったらまだ逃げれるから。あー、そうかそうか、あの左の部屋でしか動けないとかになるから、うん、そうで、2マス使って、左のマス の、 あの探索物のところまで連れてっちゃいます。でキャサリンは右側に逃がした方がいいか。ただ2マスしか動けないから。そうね、3マス逃がしても、いや2マスしか動けない、こいつ汗かいてるから。だから、そかそかそか、ドロシーを一つの部屋、あ、でもドロ、ちょっと待ってよ、あー分かんない、ドロシーの可能性もあるんだとりあえずキャサリン僕動かすよ、右の方に行かせるよ、はい大変、いいよいいよ。マジで将棋のあの王手って永遠と言われ続けてる状態みたいな本当だよでこれでフリーマンがどっちに行くかなんだよね。どっち追っかけるかだよね。アガサを追っかけたらまあ勝ち目がワンチャンあるかもしれないし、キャサリンだった場合はもうどっちみちこのターンで終わりだから、キャサリンが2マスしか動けない以上で。そうか、ドロシーが
食料かな。移動する。あ、包丁。包丁。あ、包丁。あ、包丁。その場に置いとく。なるほど。あれかな、所持品がいっぱいとかか。多分もう武器を持ってるんです。ね、くるぶし？これ、モリアーティ。何のこと？あ。ところどころ最初の方色の発言とかあって。色の発言は多分そんなにあれだけど、普通に操作ミスったのがエレリーの回でミスった。いや、めまたキャサリン殺されたぞ。またかよキャサリン。これちょっと待って、最初の段階モリアーティ側有利すぎんか。これ多分どうやっても今の段階モリアーティ勝つぞ。え、違う、シャーロット側が有利じゃない？最初の方は。え、シャーロック？シャーロックか、シャーロック、シャーロック。あれじゃない？シャーロックモリアーティすら間違える。やばいよ、ジェームズモリアーティ強いよ。現状だから、あの、全員で共通認識として持たないといけないのが、3人行動はあの制御された時に絶対に済むからダメ。だから3人以下はもう確定で、多分モリアーティに乗っ取られて負けんのよ。だって今だって、うん、アガサを寄せても無理じゃん。ああ、アガサを動かされちゃうから結局。そう、ドロシーを下に持ってっても無理じゃん。うん、要はその動ける範囲内、2マス以内、3マス以内に全員がいる状況を作り続けないと。分かった。これ、そう、これがやばいっていう状況が起こった時にフォローができなくて詰む。あの、あ、全員6人全員をもうなんだ、あのイナゴの大群みたいに同じ部屋ずっとこうそれぞれ交代で食料あさればいいん。シャーロック側が勝つ未来を作んないと、モリアーティ最強じゃねえで終わっちゃう。僕両方やって分かったんだけど、モリアーティもシャーロックもめっちゃむずいよこれ。僕と梅ジャムが今回やったみたいなブラフをどんどん入れていかないといけない。ガンガンやらないとダメだね。シャーロック側はそれで非ターゲットを炙り出していかないとやばいと思う。